それでは2017高松宮記念を見ていただきます。中京芝 1200m のレースになります。出走予定している有力馬からご紹介させていただきます。レッドファルクス、メラグラーナ、シュージ、セイウン構成、レッツゴードンキ、トーキングドラム、こういったメンバーが出走予定しています。まずはこの中ですとレッドファルクスに注目ではないでしょうか。昨年の秋にスプリンターズステークスを1着となりまして D1 タイトルを獲得。その後は香港に進みまして香港スプリントでは12着に敗れています。今回は休み明け初戦が高松宮記念となりますが、今年、高松宮記念を勝ちますと秋春スプリント界連覇となります。また中京コースでは CBC 賞で1着ということで、このコースにも適性がある馬になります。今回はいかがでしょうか。続いてはメラグラーナ。昨年の夏に4歳、夏で降級をしました後に、連勝を重ねています。途中京阪杯14着という成績はありますけれども、オープンに入りましてもラピスラズリステークス1着、さらには前走オーシャンステークス1着ということで、連勝して勝ち上がってきています。今回は初めての G1 レースとなりますがいかがでしょうか。続いてはシュージ。2歳児から活躍している馬ですが、昨年3歳児は函館スプリントステークスとキンランドカップで連続2着、さらには秋に挑んだスプリンターズステークスも4着でした。続いて出てきました阪神カップで見事1着となっています。ただ年明け初戦の阪急杯では8着に敗れています。今回巻き返しなりますでしょうか。さらには西雲構成、この馬も4歳馬ということで、期待されています。秋に渡月橋ステークスで11番人気ながら1着、さらには、オープンに昇級した淀短距離ステークスでも連続で1着となっています。重賞ではシルクロードステークスに挑戦して2着ということで、ここ参戦 1200m のコースで非常に安定しています。さらに今回、一気に G1 タイトル奪取となりますでしょうか。さらにはですね、5号でレッツゴードンキがいます。この馬は3歳児に桜花賞で1着となりましたが、その後は、短距離界を中心に出走してきています。昨年も函館スプリントステークスとキンランドカップでは連続3着、ただしスプリンターズステークスでは9着に敗れました。その後にはダートに挑戦して JBC レディースクラシックで2着、芝に戻したターコーゼステークスで重賞で2着、そして前走京都牝馬ステークス1着となっています。今回 1200m のレースとなりますがいかがでしょうか。最後にトーキングドラム、オス7歳馬となります。今年に入りましてから1600万下の新春ステークスを1着、その後落葉ステークス4着を挟んだ後に出走しました阪急杯では見事内をついて1着でゴールしています。当初回避の予定もあったようですが今回は出走を予定しているようです。続けて重賞連覇ということで G1 タイトル獲得なりますでしょうか。このようなメンバーが出走予定しています。それでは先生解説をお願いいたします。はい、それでは高松の宮記念の方を解説していきたいと思います。今年初めての芝の G1 ということでぜひとも的中させたいですね。はい、またこう荒れる傾向もあるレースですし、非常にこう納豆の私としては、まあ、触手が動くレースですね。はい、そうすればですねポイントいくつかお話ししていきたいと思うんですが、まずですねこの高松の宮記念が芝の戦にで、同じく、まあ、秋のスプリンターズステークス中山の戦に、このレースはですね、同じ戦にでも全くこう求められる適性が異なりますので、スプリンターズステークスは割とこう力のいる馬が来る印象、高松の宮記念は瞬発力がある馬が来るというような認識を持ってほしいと思います。例えばですね、昨年の高松の宮記念もですね、18頭出走しているんですけども、まあ、上位入選した馬はもちろんなんですけれども、18頭中13頭ですね、これはですね上がり33秒台の時計を出した馬ですね。ですから今までの構想例をですね追ってみたときに、やはり上がり32秒台33秒台前半、これぐらいのところで構想歴がある馬、まずはここのところを見てほしいと思います。構想していたとしてもですね34秒台ですとか、そういった、まあ、上がりの早い時を出せてない馬に関しては大きく割り引いて考える必要があると思います。はい、続いてですね、好調馬ですね、まあ、冬
冬場に行われる G1 ということで、やはりステップレースももちろん1月2月の冬場になりますし、まだ3月と末と言いましてもですね、まだまだ寒さが残っていますので、やはり冬場をですね、構想してきた馬、こういった馬の期待値が非常に高いですね。冬場に奔走した馬実績馬がですね、このレースで人気になり、変わることができずに敗れるというような人気の裏切り方、何パターンかありましたので、やはり格ですとか、レースっていうところももちろんあるんでしょうけれども、基本的にはやはり3着以内ですとか、そういった前走前々走、構想して勢いのある馬、そういった馬を狙っていくべきだと思いますね。あとはですね、レースの特徴としましては、非常にハイペースになりますので、特殊な馬場にならなければ、基本的にはこの外の差し馬を狙うというようなスタンスで臨んでほしいと思います。近現代の競馬ではですね、内枠の先行馬、どうしてもこういった馬に人気が偏りがちになりますので、ぜひこのレースでは、外枠に入った差し馬、こういった馬を狙ってですね、期待値を上げてほしいと思いますね。土曜日の傾向も非常にこの日曜日にね、より顕著に出るような週でもありますので、土曜日の馬場傾向をよく見てですね、その影響も加味した上で、枠というところも見てほしいなと思います。昨年もですね、大外一気に突っ込んできた、16番人気で4着に来たアクティブミノルですね、この馬もそこまでの成績は非常に悪い着順だったんですけれども、このレースで一変してですね、あわやの3着ということで、大穴を開けるところだったんですが、この馬のその後の成績見ても分かりますように、決して力のある馬ではありませんし、ただ単に外を回して大外で刺してきたというような競馬をしただけで16番人気4着というような激走しておりますので、今年もですね、外枠の差し馬、こういった馬にですね、注目してほしいと思います。はい、そうすれば現時点での注目馬ということで、枠が出ていませんので、ちょっとつかみづらい、読みづらいところもあるんですが、外枠に入れば非常に面白い差し馬が1頭おります。こちらの馬をですね、推奨したいと思います。無料メルマガの方で、発表させていただきますので、まだ無料メルマガにご登録されてない方は、この YouTube の動画説明文の一番上のところにデジマグさんのリンクありますので、ぜひそちらの方に登録してもらえれば、週末に一頭一頭の受賞レースの出走馬の詳細のコメントもついてきますので、まだの方はぜひ登録してもらえればと思います。私の方からは以上です。さらに今年からスタートした新企画、軸鉄板馬も無料でご覧いただけます。無料メルマガまだの方はぜひ登録して無料情報をゲットしてください。さらには最終決断は有料重賞メルマガでのご提供となります。有料重賞メルマガをご希望の方は、同じく動画説明文の中にリンクを貼ってありますので、そちらからお申し込みください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは2017高松宮記念を見ていただきました。失礼いたします。